2018年10月23日に発表されたアイコス3そしてアイコス3マルチこの2点を今日は開封レビューしていきたいです。よろしくお願いします、えー。早速開封していきます。これ見てください。箱が今までのアイコスと全然違います。もう箱から見てオシャレな感じ今回シャンパンゴールドここのカバーが金色になってるのかな各カラーで このの色も違うのかなと思いますでこれ外してパチンもう全然今までと違うおしゃれな感じになっていいなーって感じ開けるとせーのバカーンで早速2つ目。 これがクリーニングスティック棒ですね。これ前からありました。2.4の時からと、これもクリーニング。1ヶ月2ヶ月前に発売された。わりかし綺麗になります。こっちには USB コード。で、今回この USB ケーブルなんですけど、今までね、ちょっと変わりました。タイプ C っていうやつに変わって、 今までの充電ケーブルと変わったので、車とかでも充電したいよっていう方は、まあ、あらかじめ、あの、タイプ C をゲットすとくといいかもしれないですね。肝心のホルダーなんですけど、じゃんじゃんめちゃめちゃオシャレ。持った感じ、今までのアイコス2.4プラスとは、若干、 小さくなってるというか細くなってるのかな質感も全然違うしちょっとグリップ力がある耐久性にもすごい優れてるみたいで落としても壊れにくいこれがねもう完全に変わりましたねもうデザインが良すぎるでこれ開け方なんですけど今まではピヨンと開く感じだったんですが今回は このあたりをピョッそうするとこうやって開きますこの開いたところに向きがどちらでもいいですこマグネットしっかり固定されるので反対向けても落ちませんこれは本当にいいです開ける硬さもちょうどいい硬さで 女性の方にも優しいかなって思います。ここに LED ライトがね、あるんですが、これ今までのボタンと全然違います。光り方も上品な LED ライトな感じです。アイコスの使用が終わって、上に上げてヒートスティックを取ると。っていうところは今までと変わんないんですが、ただここのね、開ける感触と今までより優しくな女性も上に上げやすい。 絶妙な硬さになった気がします。一回ここで2.4プラスと比べてみたいなっていうふうに思います。こちらが今までの2.4プラス。そしてこちらが今回発売されるアイコス3。高さは一緒かな横幅が全然違います。奥の2.4プラスのブルーがもう見えてるぐらい。 こんなに違います。この大きさって結構手の上だと大きくて、特に女性の方、断然この大きさよりこちらのアイコス3の方が格段に持ちやすくなってます。で、サイドの材質も今までなかったので、手に馴染む感じ、ツルツルも滑らないから落としにくいような感じがします。中なんですけども、比べてみたいと思います。長さは一緒。ほぼほぼ一緒かな。ただ、 太さに関しては全然違います。これわかるかな映像で。全然、もう持ったらすぐわかる。あ、細くなったよねっていう感じになります。男性よりも女性の方が気づきやすいと思う。ボタンに関しては今まで大きく配置されてたのがもう本当に斜めに、おしゃれに間と間に仕込まれてる感じですね。 で、ここを長押しすると LED が点灯。こちらもそうなんですけど、吸えますよっていうタイミングでバイブレーションがアイコスリュよ。2回来ます。今から熱を入れてきますよっていう時にバイブレーションが1回。もう吸えますよっていう時にバイブレーションがまたもう1回。最後、えー、もう残り2口ですよっていう時に最後に1回。合計3回バイブレーションが来るので、吸いたいけど今目離せないよっていう時に感覚でわかるんで、 これは本当に重宝すすると思いますこれはアイコス3のすごいいいメリットの部分かなっていうふうに思ってます肝心の充電時間これも今までのアイコス2.4プラスより約40秒短縮されたそうですこれすごい重要でアイコスって急いでる時に何本も吸えないじゃないですかで40秒縮まったとはいえ待たないといけないでもこの40秒の差って まあまあ大きいと思うんですよね。だから連続吸いができないっていうのはあるんですけど、だけど、それをカバーするものが出ました。それがなんとこちら。今回、2タイプ出ます。こっちのマルチは何かっていうと、これ実は10回連続ヒートスティックが吸えますよっていう、もうとんでもないものをアイクス出しちゃいました。 これはやばい。これをみんな待ってたと思う。例えば、空港で、トランジットで、喫煙室に入ります。でも、時間はないよね。今、何本も吸いだい。そんな人のために作られたようなものとか、お昼休みもう、仕事始まるんだけど、ご飯食べた後だし、アイコスやりたいなってなった時に、2本連チャンでいっちゃいます。ということで、早速、開けちゃいます。ここのカバーは、普通のアイコス3と変わらないです。ね。これ、外して、 こういうデザインね。で、早速これ開けていきます。じゃ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 ん。アイコスリーマルチ。ドゥーはい。ちょっとね、横幅一瞬でかいなっていうふうに思ったでしょはい。うん。色がオシャレだね。はい。こちら、アイコスリーマルチ。連続でセーマス。みんなが望んでたやつ。 ついに出ました。形なんだけど、ちょっと比べてみます。じゃん。高さも高いし、横幅も約倍。全然違うよね。多分まあ、バッテリーの関係とか、そういうのがあるから、このマルチの方はこういう形になってんだと思う。これ、どうやってするのって思うと思うんだけど、ここ、上にこれ蓋。見えるかなここにアイコスって書いてあるんだけど、これを指でずらします。 ポンここに穴が見えるよね。ここにヒートスティックを挿して、ここの電源を長押しすると吸えます。吸い終わってヒートスティックを一回上に上げて抜きます。もう一回閉じて、さらにまたヒートスティックを挿して二回目を吸うという感じになります。今回これすごいのが吸い終わってヒートスティック抜きましたよ。で、閉じるときにこれゆっくり閉じていくとなんと上の蓋が閉じるんですよね。 ほら。ね。<laughs> この閉まる感覚がすっごいいいの、これ。ゆっくり閉めると、ドゥンはい。この感覚がたまんなくいい。で、この材質もまた硬すぎず、柔らかすぎず、ラバーって言うんから表現しづらいんだけど、とにかく手に馴染む。この形も馴染むの。だからこれ多分ね、落としにくいと思う。落としたところで、 今回材質にはかなりこだわってるみたいなんで、なかなか壊れにくい。その、耐久度的なところでも、だいぶ精度は上がってるみたいなんで、まあこれは長く使えるかなと思う。朝、充電満タンにして、で、お昼休みに2本吸って、で、残りあと8回連続吸えるんだけど、まあ1日連続吸いたい時って、そうないと思うんだよね。だからその1日朝出てく前に、フル充電していけば、 まあ全然余裕。この二つがあればマジで最強。これ結構カスタマイズできて、ここ実はこれ外せれます。ここだけの発売があるので、自分だけのアイコスにすることもできる。でね、ここね、マグネットだから容易に変えれるから、まあ気分で今日はシルバーがいいなとか、今日はゴールドがいいな、今日はレッドがいいなとか、まあそんな風に変えれる。上も今までと一緒にこれも変えれます。 これも自分の好きなカラーで自分だけのアイコスを楽しめるということで4色出るみたい。これがブリリアントゴールド。あとウォームホワイト。そしてベルベットグレー。そしてステラーブルー。簡単に言うと白と黒とネイビーとゴールド。この4色が出るみたいなんでさらにここを変えていけばかなりのカスタマイズの数ができるんじゃないのかなっていうふうに思います。 ということで、今回11月15日発売開始なぜ、ひね、発売日当日にゲットしていただきたいなってふうに思います。